ちは。初日です。なるちか、久しぶりのストレートです。すごい見えてる。今度はナルチカじゃなくって大きなコンサートホールでまた富山県やそして昨日の石川県にもモーニング娘。で行けるといいなと思います。思います。そう、塩けんぴ。けんぴが有名なんですかね。あ、高知県言われる。塩けんぴかわいい。本当にあるんですよ。いいかもさん、私がつけました。工藤さんがつけました。井川さんの猫耳ね、誰も許してないんだけど、そういうことしないでくれる。私じゃ痛い子じゃない。私より可愛いとかやめてほしいんだけど。痛い子じゃない。なんか外から打ちなくて、内から外に向けて刺すんだよ。ドゥピン、ドゥピン。本当に恥ずかしいんだけど。え、じゃあ可愛いんだけど。素のリアクション。今日私がプレゼントしたいなと思っているのはこちらです。じゃじゃん。これ実は今日あの高知県に来た時にみんなでカツオのたたきを食べたんですけど、その時に撮った深浦さんこれその時に撮った一枚です。しかもあれこれで近くで見たらドスッピン。レアですよ。自分で言うのもあれですけど、めっちゃ美味しかったですよ。カツオのたたきめっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかったですよ。本当に。いや本当私一度あのロケで高知県に来させていただいたことがあるんですけど、その時にもうご飯食べた時感動して、なんて高知県の食べ物美味しいんだと思って本当に感動したんですけど、また来るのが楽しみだったし、カツオのたたき食べれて本当にまた幸せだなって思いました。そういうこう幸せな表情とかも届けばいいなって思います。これもうやめようって、条件日だから5回以上言ってるのに止まんない。もうやめる。でもマジでやめる。嘘はつかない。もうやめる。もうやめる。もうやめます。美味しい。おいしいですよね。やばい。止まらない。止まらなくなると。ね、もうやめよう。もう閉めた。あ、やめ、見とらないでください。こういうところ。てってれん。いいですよ、これ。で、これプレゼントしちゃいます。今日かけたし、今かけてるし。ブログには小田ちゃんが昔一回乗っけたことあるし、で今日レアハンターでも一回かけてやるんで、小田ちゃんの顔見ててください。小田ちゃんこっち見て。あ、ちょっと。カメラなんか言って。なんか言っててない。早く食べて。どう、何でもいいの。カメラ見て。はい、うん、あ、イエーイ。最低。もう分かった。誰が分かったけど、やだよ。せいさん、怒んないと思います。せいさん、怒んないですか？怒んない？うん、怒る。怒る？怒る。じゃあ怒んない、怒んない、怒んない、いいよ。じゃあカメラに向かって喋ってください。最初にこんなやろ。カメラに向かって喋ってください。歩いてる。すごい、やりとりだ。歩いてる。可愛かった今。さすが生田さん。さすがアイドルだわ。可愛かった。私絶対ひどい顔してた。やばい。生田さんを尊敬します。あっち行ってください。見て。いちぎさん、カメラに向かって話してください。話してください。そう、今日でもいいです。今日の感想的な感想とか。でも怒らないですか？先に行ってください。大丈夫です。どうぞ。大丈夫です。大丈夫です。早く。ここ。今日はあの。びっくり大成功。びっくり。実は今日いちぎさんのお知り合いの方からケーキいただいたんですよ。めっちゃ美味しくて、美味しかった。黒いチーズケーキみたいなのがあったり、あと私たちの顔がこう写真の顔がプリントされたケーキ用意してくださったりとかして、いや嬉しい感じです。うん、あ、やってる、やってる、嬉しいな。いつも写真、え、なんかいや、よく言われます。三茂さんと一緒に多分同じ顔した時があって、あの三茂レモンソウルの時の NHK ホール大阪の時に、三茂さんが私の顔真似ってふんってやって一緒にやってるやつが、ね、あのダイジェストみたいなのにも使ってくれてましたよね。ありがとうございます。お願いします。大丈夫？合宿と同じジャージャーを着てたさくらちゃん、まあ、いっか。何何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 何
用意しました。超楽しかったです。超楽しかったです。また近々お会いしましょうね。バイビー。